捨て頃関係ですね。捨て頃関係でいろいろお話しすることが出てきたんで、その辺を解説していきたいと思います。新しい発表がいくつかあるんで。お、ダイソンさんお疲れ様。いすいす。捨て頃関係の重大発表、これはすごいね。結構ね、あーマリアン、ありがとうね。いつも応援してくれて助かります。やっぱね、一言内藤大輔似てないでしょ。内藤大輔には似てないと思うんだけどな。初めて言われたんだけど。絶対似てると思ってないでしょ。はい、バト2、ゴンでいらっしゃい。うん。ですね、じゃあそろそろ重大発表をしたいと思います。まず前提として知らない人もいるかと思うんで、こちらの方から、お話しさせていただきたいと思います。便所太郎さん、踊る便所太郎さんという方が生主でいて、まあみんな知ってると思うんだけど、インターネット配信者の格闘技祭っていうのをやります。で、僕はこれに向けて毎日トレーニングをやっているわけなんですけれども、今回新たなゲストが発表が決まりましたので、そちらの方を、私の方から説明させていただきたいと思います。もうね、便所太郎さんの枠を見てる人だったら知ってると思うんだけど、そこはね、被ってしまったら申し訳ないと思いますが。うん。6月10日見に来るんですか？ジェーマンさん。ぜひぜひ、僕も楽しみです。皆さんにお会いできるのが。じゃあまず、対戦カードなんですけど、まあみんな知らない人いないと思うんだけど、まあ第1試合がセブンさんと、金梅さんです。第2試合が僕とテルチャンピン、キックボクシングですね。第3試合が、真ん中のマーメイド、サトミとズキティ。第4試合がどれの深夜食堂とみやびくん。で、第5試合がヒカルくんとセブン。第6試合が便所太郎とポンスケ。これはボクシングルールになります。便所太郎 VS ポンスケ。で、第7試合がナーボーとパルパルだったんですね。うん。ここまで多分、OK だと思うんですけど、さらに豪華なゲストが、それぞれ、来るっていう噂があったんですよ。例えば、まあまあ配信者どころで有名どころで言うと、どれの深夜食堂さんのセコンドにつくのはこれガチの試合です。台本なしで、殴り合います。だからルールがね、一個一個違うので、そこも説明しましょうか。まずですね、ほとんどがムエタイルールですね。ほとんどがムエタイルールで3分3ラウンド、肘膝あり、組み技あり、要は首相撲ありだね。組み技はないけど首相撲がありです。で、そのルールじゃないのは、女性の里美さんとズキティの、女相撲。これはルールが相撲なんでルールが違います。で、パルパルとナーボーに関しては柔道対決です。打撃なしです。で、踊る便所太郎とポンスケは、キックボクシングではなくてボクシングルールです。ここまで OK でしょうか。配信はね、やるよ。便所太郎さんの枠で。で、もし会場に来たい人は、6月10日、新木場ファーストリングで、一番安い席は5000円。VIP 指定席だと、1万円で見れます。で、確かね、SS 指定席より上の人だと、会場30分前に入って、リングの上で撮影する権利がつくので、まあ、3000円多く払ってでも、この全員、まあ、例えば石川の流儀、桃江里、ナーボー、新八丁、リオさん、ルルピ、ラーラピ、TJ とかいろんな人が来るんで、写真も撮りたいなと思ってる人は3000円プラスしてチケットを買ってください。チケットの前売り発売はですね、E プラスとチケットピアで、いつだっけな、今月の23日だから3日後か。今月の23日に発売されます。金前出ますよ、金前さん。
配信は便所太郎さんのところでやるので、よろしくお願いします。でですね、まあ僕のセコンドはロハコさんだったりとか、どれの深夜食堂さんのセコンドは、ツバニャンとか、結構配信者の裏方に出るので、ここのポスターに載ってない人でも配信者出ます。で、俺これすごいなと思ったのが、ヒカルくんのセコンド、やばいよ。誰だか知ってます？ヒカルくんのセコンド。聞いた？みんな。俺これ結構好きな選手なの。プロの格闘家がセコンドにつくんですよ。みんな知ってる？これ。書いていいよ。知ってる人。これやばっと思ったよ。猪木じゃない。猪木すごすぎるだろ。シャーっつって。ヒカルくんに元気をあげるっつって。そうそうそう、ミノワマンっていう人なんですよ。そう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 。ヒーポーさんありがとう。そう、みんな知ってるね、やっぱり。ミノワマンって言って、すごいファイターの人が、来るんで。逆にミノワマンの試合見てえなっていう。すごいよね、ヒカルくんね、人脈が。ミノワマン。多分、裏方のスポンサーさんがすごい人がいるから、多分そのつてだと思うんだけど、いや、俺はミノワマン生で会えるんだと思って楽しみにしてます。で、ちょっとね、こっから先、今回の発表になって、もう知ってる人は知ってると思うんですけど、有名人が新たに参加します。みんな誰だと思う？ちょっと予想書いて。これね、これちょっと意外なカードだなと思ったんだけど、重大発表今話してますよ。はい、重大発表今話してます。誰が来ると思う？これね、多分ね、予想できる人いないと思うんだよね。知ってる？みんな。もう聞いた？ ねえ、ミノアマン、すごいよね。ミノアマンは格闘技好きな人だったら絶対知ってるぐらい有名な人。超強い。あけぼの来ねえだろ。ちなみに、文化人の方なんですよ。ファイターじゃないです、今回。新たに参戦する人。有名人ですね、結構。山口さん、誰だろう。ナミさん、山口さんってどの人だろう。文化人の人で、ミノワマンはヒカルくんのセコンドで来るの。小比類巻。ファイターじゃないの、今回。それが意外だったと思ったんだよね。マスクでお見合いの人？誰だろう。石田純一来たら面白いね。朝青龍。ほうほうほう。あ、正解出ました。ですね。これね、テレビで見たことあると思うんですけど、ちょっとこの人のご紹介をさせてください。今回ですね、いかついな。完全に肩着じゃないでしょ。すごくない？このゲスト。俺ちょっとびっくりしたんだけど、今回ですね、なんでか知らないけど、岩崎健一郎さんが すごいよね、これ。誰って、テレビで見たことないかな？ですね、この方が、ゲストで来られるということで、結構有名な方でテレビで見たことある人とかもいると思うんですけど、緊急参戦が決まったそうです。まずこの人、森永健、森、いや、違う違う、森永じゃない。森永のコメントに釣られちゃったよ。岩崎健一郎さんっていう人は、結構テレビとかに出てるんですけど、どういった人かっていうとね、あ、知らない人結構いる？知ってる人手を挙げてください。テレビで見たことあるとか、名前聞いたことあるとか、本買ったことあるとか。知ってる人は手挙げで、知らない人は手下げてください。この人はね、結構テレビ出ますよ。この人は結構有名な人ですよ。誰かわかんない？知ってる人は手挙げ。知らない人は手下げ。どれくらいの割合なんだろう。サンジャポに出てる出てる。そうだよね。サンジャポだよね、確か。微妙か？俺結構すごいと思うけど。あ、みんな知らないんだ。あ、知らないんだ。この人は結構テレビとかにも、テレビに出てるんだけど、どういう活動してるかっていうと、青少年不良文化評論家っていうわけのわかんない肩書きを持ってます。青少年不良文化の評論家だから、要は、その青少年の不良枠に対するコメンテーターとかで、よくテレビ番組とか出てて、で、まあ、本人も元不良を名乗ってるんですよ。岩橋だ。ごめん、ごめん、ごめん。岩橋だ。申し訳ない。僕が間違えました。僕がアスペでね、漢字よく間違えちゃうの。ごめんなさい。岩橋さんだ。岩崎じゃない。岩橋。申し訳ない。岩橋さんね。で、暴走族、横浜連合鶴見四天王っていうところで、結構有名な人らしいですね。だから、でも、俺ね、
岩橋さんと飲み行ったことあるんだ。へえ。で、俺なんでこの発表がすごいかって思うと、要はテレビとかに出る有名人の人が、応援しに来てくれてるわけですよ。これってみんなね、知らないよ、すごいの？何これ？って言うかもしれないけど、全然これ便所太郎さんの凄さが出てて、これどういうことかっていうと、テレビとかのコネクションとかどんどん近づいていってるんだよ。こういう文化人の人たちがこのイベント面白いじゃんって言って関わろうとしてるんだよ。この凄さわかる？要は、ただのインターネットの企画から、こういう活動面白いんだけどって言って、枠が飛び越えた瞬間なの。要は、普通の著名人の人って、何かに関わるときって、結構リスクがあるから、その自分の活動のキャリア傷つけないようにするわけじゃん。すごいよね。鳥肌みのる呼ぶかどうかは俺じゃないからさ。レフェリーは、K1 とかで有名な人ですよ。だから、本当にガチガチだよ、今回の企画。おふざけでやってないの、だいぶ伝わってると思うんだよね。マジじゃん、みたいな。これでだんだんようやく分かってるでしょ。いや、分かってきたでしょ。今日この後また練習行きます。今日は2時間半、縄跳びずっとやってました。で、充電が終わったら僕はトレーニングに向かいます。今度、シャドーボクシングで。今年の年末は民放放送確定。いや、下手したらそこまで行くんじゃないの、この企画。わかんないけど。バラエティ番組が、現役の暴走族を出演させるときに、暴走族が熱くなりたいすぎたで暴れたときに頭を押さえつけるためにテレビ局が番組顧問を依頼する人。その裏側を知ってる人はこういううまい解説ができるよね。僕のルールは蹴りありです。選手によって違います。蹴りがあり、蹴りがなしっていうのは。僕のルールに関して言ったら、ムエタイルールだと思ってください。3分3ラウンド、ムエタイ。肘、膝ありですね。首相撲あり。投げ技禁止、組み技禁止。要はマウント取ったりとか、肘固めとか、なんかこう、チョークスリーパーとか、そういうのはない。ただ、首を、掴んで、打撃っていうのは、有効です。ミヤネ屋あたりでね、5分でも取り上げてくれたら面白いよね。ちなみに記者会見、3日後だからね。面白いよね。だんだん本格的になって盛り上がってきたなと思って。なんか、うなちゃんマンとかより、うなちゃんマンとかのスペシャルゲストだとネットでは湧くかもしんないけど、こういうね、経歴を持ってる人が来ていただけるっていうのは、俺はすごいと思ってる。なんか、配信の枠を1個飛び越えてるなと思ってて、これは便所太郎さんじゃないとここまでできなかったと思ってるね。本当にすごい。すごくない？ ていうかさ、最近さ、俺2チャンネル見てるとさ、2チャンネルのまとめサイト見てると、ルルピララピがすげえ載ってるんだよね、なんか姉妹で整形をした女の子みたいな感じですごい2チャンネルで取り上げられてんだよね。ルルピララピ何？テレビ出たの？最近。なんかすげえ言われてるよね、2チャンで。なんか配信者のスレじゃなくて、なんか、整形をした姉妹っていうことですごいなんかフューチャーされてるね。清原を呼ぶの？本当に言ってんの？清原来るの？すごいメンツだよね。正直やばいよ、これは。すごいメンツで超盛り上がると思うよ。超盛り上がると思う。これは当たり企画ですよ、本当に。ね、そうそう、イベントがしっかりしてないとこういう人呼べないからね。有段者の格闘家はいるんですか？有段者の格闘家はちょっとごめんね、うろ覚えだからちょっとリスナーさんに合ってるか間違ってるか聞きながらになるんだけど、確かセブンさんが黒帯じゃなかったかな。セブンさんが空手の黒帯だっていうのと、あと、キックボクシングの試合に出たことがあるのはヒカルくんで、便所太郎さんは元プロの格闘家で、どれ深夜食堂さんはプロの格闘家じゃないんだけど、総合でずっと20年やってる。だからまあ、そこそこ、格闘技に精通してる人は出ると思います。あ、バガ2つありがとうございます。うなちゃんも出ないんだ。申し訳ないね。なんか見に来るだけでも来てもらえたら嬉しいんだけどね。
シソさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。対戦カード教えて了解です。じゃあ対戦カードを今から伝えていきます。初めて見る人もいるんで。対戦カードはこちらになります。まずですね、踊る便所太郎フェスボリューム1ということで、1対1のタイマンバトル、包丁なしと。で、左上を見ていただくと、バールなし、ピッケルなし、チェーンソーなしということで、包丁もバールもピッケルもなしで、リングの上で白黒つけてもらいましょうかっていうことで、便所太郎さんの企画となってます。インターネット配信者の、格闘技祭という名前で、このイベントのタイトルは捨て頃。捨て頃っていうのはグラップラー刃牙とか読んでると分かるけど、素手同士でタイマンを張ることを捨て頃と言います。お、ツバニャンいらっしゃい。ツバニャンはちなみにね、どれ深夜食堂さんのセコンドで、参戦するので、ツバニャンも、スタッフとして、参加します。で、日付なんですけど、2017年6月10日の土曜日、新木場ファーストリングという、リングがある会場でやります。18時開演、19時から、違う、18時会場、19時開演でスタートするので。で、ゲストも結構豪華ですね。解説に石川紀之と TJ とか、あと、桃奈々は歌を歌います。リングの、選手の入れ替わりの時で新曲を発表すると。で、新野猪とナーボーも、新しい曲を発表するそうです。はい、ワトツ。リオさんっていう方も歌を歌います。ルルピララピはラウンドガールを務めます。なので、この方たちは裏方です。で、チケットなんですけれども、VIP 席、1万円、SS 指定席8000円。8000円と1万円のコースは、会場30分前に入場ができて、リングの上で撮影する権利があります。なので、お気に入りの配信者がいる方は VIP の、チケットを買ってもらえれば、リングで全員と一緒に記念撮影ができる権利がつきます。で、RS 指定席3列目は6000円、一般指定席は5000円となってます。今月の23日、日付が変わったタイミングで、E プラスとチケットピア、ローソンですね。チケットピアと E プラスで、チケットを購入することができます。多分あと200席ぐらい残ってると思いますが、来たい人はすぐチケットを手に入れてください。一瞬で完売します。手売りのね、100枚、便所太郎さんがテストで売ったんだけど、100枚分ね、300席しかない会場の100枚がね、1分で売れました。で、対戦カードの方を発表していきます。第1試合、キンバエ VS セブンさんですね。キンバエさんも格闘技の経験があったそうです。弱点はリバーブローですね。リバーブローを打たれたら肝硬変で、死ぬ可能性があるので、多分セブンさんはボディを狙ってくるんじゃないかっていう。セブンさんはちなみに空手の黒帯です。だから指定対決って言われてますね、ここは。で、第2試合、僕が戦います。相手はですね、24歳。僕は今32歳なんですけど、運動神経ゼロ、格闘技経験ゼロのファイターです。テルジャンピンは、もともとね、なんか J リーグだかなんだか、J1 だか J2 だかわかんないんだけど、そっからスカウトが来るぐらい、運動神経のいいサッカー選手だったらしいですよ。24歳で運動神経抜群と。で、喧嘩も多少経験があると。で、僕は彼とキックボクシングルール、膝あり、肘ありで、3分3ラウンド戦います。で、第3試合。第3試合はですね、うるわしの真ん中のマーメイド。あ、ブスって意味ですね。うるわしの真ん中のマーメイド。一言で言うとブスって意味だと思うんですけど、さとみさんですね。あと、愛しのビッグバンガール、ズキティ。あ、160キロかな、ズキティは。この2人が女で、相撲対決をするそうです。お相撲、女相撲で対決するそうです。で、便所太郎さんにね、言われたんですよ。やっぱり女の子で、着替えのシーンがあるから、ちょっと女の子だから、さとみさんとズキティが着替えるときは、選手は一体、会場から、出てもらうけど、絶対覗かないでくださいって言われたけど、その時飲み会にいた全員のメンバーが、誰がそんなの覗くんだよっつって、ブチ切れてましたね。誰も得しねえだろっつって。女なのかっていう。着替えのシーンでは会場出てあげてって言われたけど、まあ出るに決まってるだろうっていう。誰も見たくないっていう話です。これが第3試合ですね。覗いちゃダメらしいですね。覗いたら殺すっていうのがこの2人の条件らしいです。で、第4試合ですね。誰得なんだっていうね。第4試合は、どれの深夜食堂さん、ふわっちですね。ふわっちの配信者で、どれの深夜食堂さん。ちなみに、格闘技歴20年、
総合格闘技をやってます。今53歳ですね。超イケメンです。で、僕はですね、ドレさんに格闘技を教わってます。毎週日曜日、ドレさんとトレーニングをしていただいて、僕のファイトスタイルはドレさんから教えてもらってます。でですね、褐色のグルメ怪獣ということで、みやびさんですね。みやびさんは、キックボクシングの経験があります。なので、ここは結構ガチになるんじゃないかっていうことで、ドレ深夜食堂とみやびさんの対決っていうのは結構注目されてる、本格的な格闘技見れるんじゃないかということで、これもキックボクシングルールです。キックボクシングっていうと語弊があるんだけど、ムエタイルールだと思ってください。肘あり、膝ありです。で、第5試合。第5試合が、3倍目ヒカルとセブンさんです。まあ、空手 VS、キックボクシング。ちなみにね、3倍目ヒカル君は、プロの格闘技の試合1回出たことがあるそうです。これが第5試合。これはなんか因縁があるらしくて、すごいなんか盛り上がってる。もう本気で殺し合いになるんじゃないかっていうふうに言われてますね。セブンさんとヒカル君。で、2人とも運動神経いいんで、で、まあ、強いタイプじゃないですか。喧嘩も強くてとっぽいタイプなんで、ここも盛り上がると思いますね。経験者多いですね。で、第6試合が、ちょっとポスターがね、一番でかい、主催の便所太郎さん。便所太郎さんは元プロの格闘家ですね。今ちょっと現役引退してますけど、若い時、20代の頃はプロでブイブイ言わせてました。で、ポンスケさん、まあ、ツイキャスの大手ですね。ポンスケさんとボクシングルールです。蹴りはなしです。あとはね、スペシャルゲストということで、ナーボー、富里の子宝男爵、ナーボーとパルパルが柔道で対決をします。以上です、対戦解説。そうなんだよ、セブンさんは2試合やります。そうなんです。それはセブンさんから希望したことですね。キンバエとヒカルとやらせろっていう。めんどくさいからね、タッグマッチでいいじゃんね。ヒカルくんとキンバエさんで、タッグ組んで。2対1でやればいいのにね。ポンスケさん実際見たけど強そうだったよ。強そうだった。ねえ、結構盛り上がるでしょう、これは。で、さらに、先ほど発表があったんですけど、この岩橋健一郎さんが、ゲストでもう参戦するっていうことが決定しました。ただ、どんなポジションで参戦するのかっていうのは、便所太郎さんの枠で後日発表になりますので、楽しみにしててください。一応便所太郎さんから許可取って、僕の枠の方でも告知をしてもいいということで、今回、まあ、役どういう立ち位置で参戦するのかっていうのはお伝えできないんですけど、で、ちなみに言うと、レフェリーとか、リングドクターとかもしっかり揃えてあって、便所太郎さんが。K1 の、本当のプロの、有名なレフェリーを呼んでるそうです。チャンプロードで有名な人だね。俺はね、テレビでよく不良のコメンテーター枠っていうか、なんか不良の事件とか、そういうテレビが不良を扱うときにこの人が出てくるっていうイメージだね、俺は。結構楽しみだよね。パルパルは殴り合いじゃないからね。俺は本当はパルパルを指名したんですよ。この大会に出るにあたって誰とやりたいんだ、ワドって言われた時に、あ、パルパルぶん殴りたいっていうのを指名したんだけど、まあパルパルに逃げられました。それが現実ですね。あ、結構豪華なゲストだよね。ちょっと待って。もしもし。もしもし？はーい。今放送中なんだけど、やっぱ俺の風邪移ったでしょ、飲んだ。なんかそんな気がする。風邪ひいちゃった？鼻ね、なんか、の奥が痛くて、喉が痛い。で、鼻水ドロドロしたの出るでしょ。俺の移っちゃったでしょ、多分。ごめん、やっぱ俺風邪ひいてたんだわ。花粉症とかじゃなくて。ごめん、本当に。ま辛いでしだょ。大丈夫。俺はまだ痛もうい治っよ。た？治ってない。治ってないけそっど、か。縄跳び2時間やった。そう。で、この後シャドウ行く。もう、風邪ひいたから練習とかもう言い訳したくないから。大丈夫？飲んだ。熱はない？多分ね、この風邪熱は出ないんだよ。俺も熱出てないじゃ、なかったじゃん。どう、飲んだ。なんかちょっと熱っぽい。熱っぽい。そうなんで、頭はぼーっとするし、熱っぽくなるけど、測った？大丈夫。大丈夫？じゃあ、俺今代わ頑りに張測っって。あげて。る。俺代わりに測ってるから今。ちょっと待って。
あ、あるわ。俺36.8度だから、多分飲んだも熱出ると思う。微熱あるわ、俺。気をつけて。はーい。道理で調子悪いわけだ。ゆっくり休むんだよ。はーい。はい。風邪ひいたか。やっぱ俺風邪ひいてたんだね。そりゃさ、なんかスタミナがどうこうとか言われてるけど、おかしいなと思ったんだよ、昨日。頭痛かったんだよね。道理で、スタミナ2ラウンド目であんなスタミナの切れ方するわけだよね。実はね、ここ1週間体調悪かったんですよ、僕。来週までに治ったらね、全開でスパーリングできるから楽しみなんだけど、病院行った方がいいかな？病院行くのあんま好きじゃないんだよ、俺自身が。なんか病院行ってもさ、なんか、病人さんがいるとさ、気で負けるじゃん。デパスじゃない、デパスじゃない。ちょっとね、心折れそうになるんだよね。多分ね、風邪でイライラしてたっていうのもあるんだと思う。俺も体調すごい悪かったから。弱音入ってないよ、全然。体調悪いって言ってるだけじゃん。体調悪いのは体調悪いのは事実だから。本当にね、ちょっとね、良くないなと思ってたんだよね。体調が。体調悪いと報告しないところが偉い。偉いっていうか、なんか、別に関係ないじゃん。その練習しなきゃいいだけだし、放送しなきゃいいだけだから、なんか言い訳しても嫌なんだよね。なんか。だってさ、なんつうの、遠くから来てくれてるリスナーさんもいるし、ドレさんは時間作ってくれてるわけじゃん。そのさ、貴重な時間っていうのをさ、俺の風邪ひきました、今週はなしですっていうのは、教わる側としてはダメだと思ってて。で、関さん来てもらえたら嬉しいんですけどね。僕、関さん大好きなんで。結局言ってたら意味ないだろう。まあでも本人に言うかどうか。いや、俺体調今日悪いんすよって言うかどうかじゃん、そこは。まあ、倒れたら倒れ、まあ死にはしねえかんね。ポカリとスポドリ飲んどくと脱水しにくくなる。ちょっとポカリ飲もうね、後で。花粉症かなって思ってたんだけど、風邪だったね。風邪だった。飲んだんが移ってて、咳込んでたから、これ移したなと思って。春日。俺、セクシンゴさん好きなんだよ。こんばんは、高谷いらっしゃい。新しいフォロワーさん、やりすぎ太郎さん、ちわこさん、すももさん、ノーネームさん、オビトさん、チャーコさん、ナミさん、おっさんさん、パニオさん、ロメオさん、山本おさむさん、フォローありがとうございます。何のどこが好きなの？セクシーもの？いや、まあ、なんだろうな。やっぱ、よしえさんとの絡みとか面白いし、うまいよ、やっぱり。面白いよね。あそこまで行くと伝統芸みたいなもんだ。プロ配信者としてリスペクトしてますよ、僕は。彼のことを。同い年なんだよ。乞食を見習いたいとかはないけど、別に俺乞食反対派じゃなかったから、もともと。インターネットでお仕事にして何が悪いのっていうのは、もともと考えであったの。新しいフォロワーさん、みひろさんフォローありがとう。だからなんかインターネットで人気が出てお金を稼ぐやつが出てきて、僻んでるやつが多いだけじゃんぐらいにしか思ってなかったから、俺は全然ネットで金稼ぐのはいいことだと思ってるよ。初見さんありがとう、フォロー。ネバネバ系がいいんだ。今日納豆食べようかな。納豆大豆だからさ、タンパク質多いはずだし、いいかもしんないね。すごいね。俺もこの前36.8度から7.7に上がって、翌朝には38.5まで上がったから、油断しないように。もうね、でもね、4日目ぐらいなんだよ、俺が。フォローありがとうございます。妬みとか俺あんま好きじゃなくて、別になんかいいんじゃんみたいな。他人は他人だし、妬みそねみは何も生まれないと思ってるから。
だってさ、インターネットで2000人、ね、2000人は言い過ぎだな、ちょっと500人以上人を集めるって結構すごいことだからね。まずそういう人を集める能力があって、500人とかをリアルタイムでずっと見てくれる人を作れるんだよ。で、それくらいのパフォーマンスができる人がお金稼げるって当たり前だと思ってるから。なんだちみやさん、フォローありがとう。そう。で、文句言ってる人たちいっぱいいるけど、じゃあ君は何かパフォーマンスとか雑談でも飯食ってるだけでも何でもいいけど、その500人の人を喜ばせることできるのっつったら絶対できないと思うの。そう。だからビートたけしが言ってたじゃん、関信吾に向かって、これは別にほじきでも何でもなくて、芸だろって、芸風だろって、この人芸人だよって言ってた。ビートたけしが言ってんのは俺は正しいと思うよ。イッセムさん、バーガーありがとう。だってさ、みんなさ、500人常に集められるとかさ、1万人、1日に1万人のが向こうから来るっていうこと、起こらなくない？なかなか。あ、そうなんだ、風邪ひくと関節痛くなるんだ。俺はね、ずっと頭が痛いんだよね。そう、集中ができないっていうのかな。ぼーっとしてるっていうか。そう、だからそういうものに対して俺はリスペクトがあった方がいいと思ってて、俺は何だろう、配信やらなくても、俺が配信者だからそう言ってるんじゃなくて、配信のこと知らなくてそういう人間がいるっつったら、いや、すごいじゃんって言うと思うよ、普通に。いや、俺にはできねえっていうか、いや、すごくねえみたいな。だからプロなんだよね、配信のプロなんだよ。まあ、たけしはだからまともだよね。だから、その、噂とかに流されないっていうかさ、自分でものを考えられる人だからあそこまで行くんだよ。大体ね、人のことをね、中島みゆきの歌で「ファイト」っていう曲、ずっと俺聞いてるんだけど、この大会。ね、もともと好きな歌で。中島みゆきが言ってるんだよ。戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろうって。そう、人のこと笑うやつって自分の生き方どうなのって話だから。でしょ？人のことを笑ったりとか、人のことを批判したりってバカでもできるんだよ。逆に自分がそんな生き方して、ね、自分にブーメランじゃん。本当に何かに打ち込んでる人とかは、人のことを笑わないよ。でしょ？頑張ってるやつ好きに決まってるじゃん。何かで成功してたり、何かを目指してる人っていうのは、人の努力を絶対笑わないよ。その苦しみを知ってるから。お笑い芸人でも何千人って集めるの大変だよね。そうだよ。だってお笑いのライブなんか300人埋まらないよ。ね、悲しいね。そういう人間が。まあ、俺はね、リスナーさんに恵まれて、そういう人は全然いないけど、本当にみんな和道頑張れ、和道頑張れって応援してくれるから、その人たちのために頑張りたいなと思ってる、俺は。その人たちの期待に応えたい。どんな人でも頑張ったら結果残せるんだとかさ、なんかおっさんでも24歳に勝てるんだとか、スポーツマンに勝てるんだとかさ、見せたいじゃん、おっさん代表として。だからね、俺はね、マイノリティって言うんだけど、こう、社会的弱者のために戦いたいんですよ。バザー2個ありがとう。まあまあ、好きな選手を応援すればいいと思ってて、俺は、だから応援してくれた人をずっと忘れないし、一緒に勝利を勝ち取りたいと思ってるから、応援してくれてる人と、和道頑張れ、和道頑張れって言ってる人がいるから俺練習サボれないんだもん。新しいフォロワーさん、ワッキーさんフォローありがとう。そう。その毎日の積み重ねが、リスナーさんと一緒に作ってきた毎日の積み重ねが本番に出ると思ってるから、俺はもし勝てたとしたら、俺一人の勝利じゃなくて、俺とリスナーさんの勝利だと思ってるよ。俺のことをバカにしてきたやつじゃなくてね。そう。俺のことを、ワード頑張れって言ってくれた人と一緒につかみ取りたいっていうのが俺の考え方。ギャラは出ます。出演者全員にギャラ払うっていうのは、便所太郎さんの考えなんで、ただファイトマネーとは違うんですよ。ファイトマネーだと勝った方が賞金上だったりするじゃん。ああいう形ではやらないって言ってた。その代わり、メダルを渡すっていう。優勝、あ、勝った時のメダル、首から下げるメダルは用意するけど、
その、あくまでイベントだからみんな平等にやろうって言ってくれてる。俺はそれすごいフェアでいい考え方だなと思って。便所太郎さんのそのやり方好きだね。努力を笑うやつは努力を笑わないやつに笑われるっていうことをもう少し気がついてほしい。いや、いいんじゃん。もうほっとくしかないでしょ。他人の人生変えらんないからさ。他人の人生変えようとかおこがましいじゃん。俺はそうじゃなくて、自分の人生変えることしかできないっていうのをよくわかってるから。だから他人にね、応援してくれる人はものすごく大事。俺の宝物だけど、でも俺を批判するやつに言いたいのは、別にお前らが俺の人生ね、責任取るわけじゃないし、俺は失敗してるやつの言い分なんか聞きたくないから、何かを頑張ってるやつとか、何かを目指してるやつとか、努力してるやつと一緒に頑張りたいだけだから、お前らと関わる気はないって言ってる。え、ハッスルって何だろう。ハッスルが分かんないけど、八百長は一切ないですよ。ないです。例えばさ、キクリさんさ、想像してもらいたいんだけど、俺毎日練習してるんですよ。さっきも縄跳び2時間やったの。で、この後さ、充電が終わったら、あそこ行くんですよ。また戻ってシャドーボクシング2時間やるんだけど、ネタだったらやらないでしょ。バカみたいに。毎日毎日。あと3ヶ月やるんですよ。ネタに見える？ 見えないでしょ？だからそれはね、多分ね、ネタじゃないなっていうのはゆっくり伝わると思うよ。まあ試合当日わかることだから。そうそう、毎日やってるでしょ？あ、またやってんな、このおっさん、みたいな。そういうもんですよ。だからそれはさ、ネタかどうかとか台本があるんじゃないかっていうのはさ、リスナーさんは常に疑っていいと思うんだよ。ただ、ガチかどうかを証明するのは配信者だから。頑張ってるっていうか、俺は弱いから練習してるだけだから、頑張ってるとはちょっと違うんだけど、俺努力とか頑張ってるとかあんま好きじゃないんだよ。当たり前だと思ってるから。自分のやりたいことが決まるじゃん。ゴールが決まるじゃん。で、それを手に入れるために練習するのなんか当たり前なんだよ。これね、初めの一歩っていう漫画で鴨川会長が言ってる言葉があって、努力が全て報われるとは限らない。だけどね、成功した人は全員努力してるんだっていう言葉を高村っていう選手に世界戦の前で言うの、楽屋で。そう。で、俺はお前の努力を全部見てきたと。その努力が報われるか報われないかわからないよって。ただ、成功したり勝ってるやつっていうのは全員努力してるからって。だから最低条件なの、努力って。努力は正しいことでも綺麗なことでもないの。最低条件なの。努力をしなかったら成功は絶対ないの。これが俺の考えなの。だから、頑張ってるねとかいらない、嬉しいよ。頑張れとか嬉しい。ただ、俺自身として、戒めとしては、頑張ることに満足するなよっていう。頑張って当たり前だからって。勝ちなんで、俺が欲しいのは。まあ別にいいんじゃん、それは。相手が練習するかしないかは俺が決めることじゃないから。だから、一郎は俺努力してると思ってないよ。彼が欲しいものが高いから、レベルが高いから、彼の練習量がレベル高いだけだと思ってる。ダメなんだ。ありがとう。風船ありがとう。そうそう、頑張るって基本なんだよ。だから努力できる天才みたいな、努力を毎日継続できるやつが本当の天才だと思ってるから、どんな世界でもそう。淡々と淡々と人よりも多く練習できたやつは一番天才じゃん。才能が開花するに決まってるんだから。テルチャンピンの放送と和道さんの放送を見比べてて、アリとキリギリスが頭に浮かんだ。俺がアリ？さあ、どうだろうね。いいんだよ。いいんだよ。勝つか負けるか分かんないよ。だから勝ってねって言われるけど、それは神が決めることって言ってんの。俺は勝ちたいと思ってるよ。ただ、本当に勝つかどうか、本当に勝つかどうか、神様が決めることなんだよ。でしょ？そう。で、俺は神が微笑むために、俺は、なんつうの、神様にアピってるわけよ。日々自分の体の中にある神と戦ってるんですよ。喉痛い。これで負けたら俺の努力が足りなかったんですよ。才能がなかった。努力が足りなかった。でも、どんな世界でもそうだよ。これ格闘技だけじゃないよ。配信の世界でもそう。絵の世界でも、音楽の世界でも、アイドルの世界でも、何でもそうだよ。スポーツの世界でも。でしょ？努力しなくたって、勝ったら勝ちなんだから。
勝ってるやつが正義なんだもん。そう。でしょ？努力なんかしない、強いやつは努力なんかしないよ。弱いから努力するんだよ。うん、これは弱く生まれたの宿命だから。うん、神様は強いやつと弱いやつを生むんだよ。うん、だから弱いやつが強いやつ倒すから面白いんじゃん。でしょ？みんなが見たいのそこなんじゃないの？ 31 歳で運動神経ゼロで、スポーツ一回もやったことないさ、ネットでずっと配信やってるくだらねえおっさんの一撃見たくね？うん。喧嘩もしたことなければ、縄跳びもできない、懸垂もできない、逆立ちもできない、走ることもできない。でしょ？初見さんいらっしゃい。それが見たいんじゃないの？一番弱えやつが噛みつくところ見たいんじゃないの？だから俺はそれ自分の役割だと思ってるから。俺が見せるんだよ。弱くたってできるっていう。うん。だから一番いいよ。強いやつが勝って当たり前なんだから。弱えやつが勝つところ見たいっしょ。うん。弱いやつが本気になったらどうなるのか見たくない？うん。だから俺はこの試合応援してくれる人が多いのは、それは恵まれてると思ってる。それは俺が弱いから。そう。俺の弱さが配信で応援してくれてる人たちが多くなってるっていうの。だから弱き者たちのために戦いたいんだよ、俺は。そう。弱くてもやればできるんだっていうのを見せられるわけだから。強えやつが勝って何が面白いんだよ。うん。強えやつが勝って当たり前じゃん。うん。タバコやめない。うん。なんでかっていうと、俺は、その、よく言うんだけど、シャドウがどうとか、縄跳びがどうとかいっぱい言われんの、練習やってて。だけど、俺がいつお前にコーチを頼んだっていう風に言ってんの。俺はコーチに頼んだのはドレさんなの。で、俺はファイターじゃないの。スポーツマンじゃないの。そう。俺はやりたいことをやるために配信者としてプロになったの。俺はこれ職業なの。それは誰の命令にも、ね、誰かに何かを言われたくないからなんだよ。好きな時間に起きて、好きな時に好きな場所で好きな人と好きなことを好きなだけやりたいの。その手段が俺には配信なのよ。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやる。これが俺の生き方なんだよ。俺のこと指図できるっていうのは、俺がこの人に教わりたいって言った人の言葉だけだよ。俺はドレさんに頭下げたから。ドレさんって、俺、ドレさんに教わりたいって。だからドレさんが言ったメニューっていうのを全部こなすって。うん。ただ俺がタバコ吸おうが酒飲もうが女抱こうが、それは俺のプライベートだから。俺の生き方だから。そう。うん。そう。別にタバコ吸、ね、タバコ吸って強くな、タバコ吸わなかったら強くなると思うんだったら自分で吸わなきゃいいじゃんっていうだけだから。人の生き方とか人格を否定される筋合いはないと思ってる。うん。俺は俺で自分なりにこの人から教わりたいと思ってるし、ね、タバコやめたら強くスタミナつくのなんかわかってるよ。でも3ラウンド動ければいいんだから。うん。プロテイン飲んで筋トレしてタンパク質多めにとって体重増やすよ。体重ね、実は80キロまで増やしたの。65キロから、ここ数ヶ月で、増やしたんですよ。筋量もだいぶ増えたの。もう俺の昔の腕知ってる人だったら、全然違うでしょ。太くなったでしょ。そう。もう全然腕太くなってるし、筋肉、すごい、足も結構太くなってんだよ。多分ね、体見違えたってみんな、昔の俺の腕知ってる人だったら言うと思うけど、ただね、これじゃ動けないんだよ、まだ。今、絞ってる。筋量を増やしたから、こっからシャープにしてスタミナつけようと思って。うん。だから俺は努力嫌いだっつってんの。うん。努力嫌いだっつうか、別に強くなるんだったら別に自分でやればいいじゃんって。なんで、その、コメントを真に受けないといけないのかっていう風に思ってるのよ。うん。そうそうそう。タバさんの言う通り。だから俺は聞かないよって。タバコ吸いてえから吸ってんだから。うん。ダッシュはしてない。ロードワーク20分と、ストレッチ20分と、シャドウ10ラウンドっていうのがいつものメニューだったんだけど、今日はそこに縄跳び2時間追加した。今日は休みだから。縄跳び2時間やって、今からシャドウ行く。充電が終わったら。うん。だからこっからシャドウボクシングの練習だね。いや別になんつうんだろう。スポーツ選手っていうか、俺は格闘家じゃないしっていう。別に世界最強を狙ってないから。うん。世界最強全然目指してないからさ。そこはいいんだよ。俺の中でどうでも。だってテルチャンピンだってタバコ吸ってるし酒も飲んでるでしょ。別に強かったらそれでいいじゃんっていう。うん。そう。どうでもいいんだよ。プロテインは飲んでないね。うん、プロテイン飲んでないですね。本当はプロテイン飲んだ方がいいんだけどね。まあ、食事はね、タンパク質を多めに取るようにしてて、昨日も焼き鳥、バーって食ったけどね。
鶏肉を。のんたんが、来てくれるときは、やっぱね、大豆使ったり、豆腐使ったり、タンパク質が多いものを作ってくれてる。そう、やりたいようにやるのが一番ベストな結果出るっていうのは、俺は分かってるから。納得いかないことはやらないよ。だって、リスナーはあくまでリスナーだから。俺のコーチじゃないから。そう。そう。バレーニョさんの考え方に近い。俺はだって好きでタバコ吸ってんだもん。そりゃファイターの目線からしたらさ、ファイター目指してるんならタバコやめろよっていうのは一理あるけど、俺ファイター目指してねえもん。プロ配信者だもん。そんな感じかな、タバコに関しては。やめる気は一切ない。ちなみに、スタミナがなくなってるのは、さっきから言ってるけど、風邪ひいてるからだわ。なんつうの、3分3ラウンド持つぐらいの体力は作ってるんだよ。ヘルペス出てるし、もうガッサガサだし。タバコ体力関係あるよ。肺活量だから。基本的にある。それは間違いなくある。タバコはね、やっぱりね、肺がやられるから、スタミナはなくなる。スタミナがなくなるっていうよりもね、肺が弱くなるんだよ。だから、回復が遅いって言った方がいいかもしんない。回復が遅いと思ってほしい。あ、ヤスさんいらっしゃい。ひょんな縁から楽しませていただきます。ああ、全部そうっすよ。やっぱ、袖触れ合うも多少の縁っていう。配信はその縁、出会いが面白いですね。いろんな、もういろんなジャンルの人たちが集まっていただいて、いろんなね、やっぱ専門家がいるから。すごい人ばっかりですよ。タバコで体力。ボクシングね、特に俺が驚いてんのは、パンチっていうのは腕で打つんじゃないんだっていう。で、パワーもいらないんだよ。スピードとコンパクトにインパクトを出してコンボなんだよ。スピードとタイミングとインパクトの。もう本当にこれが意味がわかると面白いの。パンチ力、要はパンチングマシーンみたいなのってあれ重さなんだよ。わかる？重さ。でも、本当に効くパンチっていうか、痛いパンチとか重いパンチとか嫌なパンチっていうのは、スピードタイミングなんだよ。インパクトなんだよ。俺は勝つつもりでやってますよ、スーヘイさん。俺はだから、っていうよりも俺は3分で青山殺せればいいわけだから、9分間か。9分間で青山を殺すためだけに鍛えてるから、12ラウンドとか言われたらさすがにやめると思うけど。てか、なんで俺だけタバコやめろって言われねえといけねえんだろうって、そこは葛藤があるよね。なんで俺だけこんな、なんか、ああでもねえ、こうでもねえっていうバカが湧いてくんだろうみたいな。応援する気がないやつは去れっていうのが俺の意見だから。ああ、バキ大好きですね。僕、初めの一歩とかバキとか格闘漫画大好きなんで、あれの意味がよく分かってくると面白いですよ、やっぱ。パリングの意味とか。ボクシングの怪我は怖くないですか？いや、もう毎日怪我してますよ。これ、昨日の打ち身なんだけど。で、ドレさんに真っ黒、もう治ったけど真っ黒になって、紫色にこう膝腫れ上がってるし、今でも左のもも、昨日蹴られたところ痛いし、拳もこんな感じ。ここで打つから、これは痛くないけどね、擦り傷だから。ただ骨折するとこの辺とかはもう肉破るからね。毎回打てるもんですか？いや、っていうかね、サンドマックとかミットとかだったら動かないから当たるけど、相手動くじゃないですか。だから、その、なんつうの、日々の積み重ねだと思ってますね。上半身裸じゃないです。ツイキャスで放送するんで、バンになるんで、T シャツですね。拳は痛くないかな、そんなに。拳はただの、なんか、擦り傷って感じ。この辺はね。ただ、こっちが痛いね。ここ。この辺についてる。この真っ赤になってるでしょ。これ多分明日あたり紫色になってくると思うんだけど。俺の対戦相手は24歳で、スポーツ、もうサッカーずっとやってた。で、なんか J1 だか J2 だかからスカウト来るような、要はプロ行けたんじゃないかっていうぐらいの、才能を持ってるスポーツマン。
保険はね、入った方がいいってみんなに言われてるけどね。まあ、痛々しいよね。怪我は怖くないっていうか、怪我は当たり前だと思ってるから、怪我とどう向き合うか。だって、格闘技って相手を怪我させる技だから、簡単に言うと。自分がいかに怪我しないで相手をどれだけ傷つけるかっていう卑怯な技なんだよ。それはドレさんから教わっててよくわかんない。ドレさんはそういう言い方しないけど、要はやられて嫌なことをやるんだよ。それを経験でどんどん教えてもらってんの。要はどういうパンチが嫌か、どういう蹴りが嫌か、どういう体勢になられると嫌か、どういう間合いが嫌か、全部嫌なことをやって勝つんだよ。そう、相手が嫌がることを徹底的にやるの、いじめ抜くの相手を。それが格闘技の本質だっていうのがよく分かった。やられたくないことをやり抜くんですよ。やってやってやりまくるっていう、それが格闘技ですよ。相手めっちゃ強そうですね。まあ強いだろうね。まあ練習してなくて、俺のパンチなんかハエが止まるんだから余裕だよって、練習する必要もねえよって言ってるらしいよ。まあいいんじゃない。昔やられるの分かって行ったことあった、地元で歩きにくくなるの嫌で殴られて終わるならいいって素で思いました、一歩の中で好きなキャラ誰ですか。僕はね、初めのやっぱ幕の内一歩が好きですね。幕の内一歩が好きです。禁煙とか言い出す人が出てくるのは他の出場者よりもトレーニング頑張ってるの知ってるからリスナーも熱くなってるんじゃないかな。どうなんだろうね。なんか一番俺練習してんのに一番叩かれてて、なんかすげえそんな役回りだなと思ってイライラもするんだよね。なんでなんか他のところでは言われないのに俺のところだけさ、なんかああでもねこうでもねって言われるんだろうみたいな。なんかすげえやだ。なんかさ、俺がリスナーさんに頭下げてコメントで俺を強くしてくれって言ったらさ、俺わかるよ。バンバンコメントでこうしろああしろって言ってもらいたいけど、俺ね、コメント、なんつうの、リスナーさんの中にはすごい人もいるの分かってるけど、どうしようもないヘタレとかさ、口だけのやつ5万と見てきたから、分かるじゃん。で、サムネとコメントだけで本当に強いかどうかなんか分かんないよ。だから、俺は、その、自分の目で見て、この人から教わりたい、この人だったら大丈夫だって人に教わりたいのよ。そう、強要されんのがアスペだからすごい嫌なんだよ。自分で決めたいの。自分の運命は自分で決めるの。全部自己責任を負いたいから。負けた時に、あいつのせいだっていうやつ、かっこ悪いじゃん。リスナーのせいに、だから絶対したくないの、俺は。リスナーのせいにしたら配信終わりだよ。俺は絶対にそういうことしたくない。自分が負けても勝っても、ね、自己責任を負いたいの。自分で選ぶの。それが大人でしょ？そう。だから俺は、あ、タバコ吸ったのがダメだったのかなっていうのは、もし負けたらそれを自分で反省するから。バカ午後ありがとう。そう。とやかく他人にとやかく言われるようなことは俺は やりたくない。どうでもいい、正直。俺はそういうの嫌いだからさ。自分でね、自分で決めなきゃ。自分の人生を切り開けるのは自分だけなんだから。じゃあ自分が困った時誰か助けてくれる？助けてくれないよ。もし本当にさ、強くなれたとかさ、そういうことっていうのは自分なんだよ、全部。やっぱ強い人はみんな鍛えてますよ、自分のこと。自分と向き合ってるよ。毎日毎日努力して。俺はそういう人間が好きなんだよ。そういう風になりたいんだよ。そうありたいんだよ。そういう風に毎日を過ごしたいの。わかるでしょ？そう。新しいフォロワーさん、ヨシさんフォローありがとう。俺はだから勝った時も負けた時も自己責任を負えるっていうのもトレーニングに含まれてると思ってるから。それは徹底してやっていくよ。ただ応援してくれた人のことは絶対忘れないけどね、俺は。絶対忘れない。それが俺を強くしてくれるのは分かってるから。ただ俺を批判する奴は俺を弱くする気満々だと思ってるから。俺はそいつらに耳を貸すつもりは一切ない。そう。そんなに強いんだったら、てめえで戦ってみろよっていうのが俺の考えだから。そう。戦わない奴らが笑ってるだけだと思ってるから。俺は戦ってるよ、少なくとも。
勝つか負けるか分かんないけど、俺は戦ってるよ。毎日怖いけど、毎日辛いけど、それが戦いだから。誰に何と言われようと戦うことはやめません。目元にパンチ怖い。私は泣きながら、あのね、正直言うと目とか鼻とかはね、死なないんですよ。目とか鼻とかは、その、なんつうんだろう、死にはしないっていうか、痛いけど、怖いけど、一番やばいのは顎。だからもう、目とか鼻とかはもう毎日毎日潰されてますね。もう、ボンボン、痛え痛えって。だから鼻の形また曲がったもんね。それはしょうがない。職業病みたいなもんだからさ。痛いよ。なんかイメージしてもらいたいのが、そのボクシンググローブつけてあ、これは脳震盪。要は脳震盪を起こすと倒れちゃうじゃん。とか、フラフラになっちゃうじゃん。ってことはもう殴られっぱなしなんだよ。あとはもう目つぶそうがさ、ナイフで刺そうがさ。要は脳がバグってる状態。だからストリートファイターでピヨ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 ってやってる時ってさ、あれ殴り放題じゃん。要は殺せるってことだから、ああなったらダメなのよ。ただ目は痛いけど、そう、ガードをしっかりしてればさ、そう、反撃もできるし、要は防御もできるしっていう冷静な判断ができるじゃん。だから俺はそれで全然いいと思ってる。顎の骨折れると後が大変なの。そうだよね。顎の骨は一番あれなんだよね。矯正が難しいんだよね。そう。だから目とか鼻とかは痛いけれども気にすんなって教えられてる。もう徹底的に顎守れっていう。顎さえ守ってりゃ倒れねえからっていう。パンチで顎を守るのがもう、そのボクシングの鉄則。だからガードをもう絶対こっから離さないっていう。もうここにビタビタにつけておく。もうこれだけは譲らないっていう。これだけは譲っちゃダメ。もう。そう。これを下げるっていうことは殴ってください。殺してくださいっていう合図だから。もうこう。顎を引いてこう。首も鍛えてないとまずいよね、本当はね。ただもらわないのが鉄則なんだって。そう、もらわないようにするのが鉄則だから、頭振ったりとか、まあ初めの一歩でも出てくるよね。ピーカブーって言って、もう親指をかかに噛むのよ。でこうやって練習するの。まあマイク・タイソンがこうなんだけど、こっから頭振って、要は的をずらすと。だからずっとこうやってるでしょ、マイク・タイソンとか。こっからこのリズムで、こっからこういくんですよ。そう、あれインファイターのファイトスタイルだけどね。なんかいろんなファイトスタイルがあるよ。距離を測りながら自分がもらわない距離でパンって当てるとか、ポイントを取っていくとかね、カウンターパンチャーとか、いろんな種類があるんだけど。お風呂入ったの？さ、お風呂気持ちいい？したか？気持ちいい？面白いよ。面白い面白い。漫画とかで意味が分かんなかったことが意味分かるようになるから。次はシャドーボクシング。縄跳びの、リズム感とか基礎練はやったから、頭痛えな。でもパンチせっかくいいの打てるようになってきたから、そこまた2時間やりに行く。研究というかね、もともと漫画オタクだったから、知識は膨大にあるんだけど、意味が分かってなかったの。要は言葉では分かるのよ。ただ体感で分からないことってあるじゃん。要はガード上げる意味とか、そう、ガード下げたらどう危ないのか、もらった時に分かるわけよ。あと蹴りも危ないっていうのもカットっていうんだけど、こう蹴りを外にこうやって動くんだけど、ムエタイとかは外側にすんのね。これの意味っていうのは、ムエタイってこうやって戦うでしょ。こう、あ、ガニ股になってこうやってやってるでしょ、いつも。踊りみたいなさ。これっていうのは、外にガードすんのね。内側に向かって足上げてもパンって蹴られちゃうから、外にスネアを当てるとガードできるじゃん。
だからこういう常に右とか左とかガードできるよ、ガードできるよってやってんの。あれ意味があってやってんのね。そう。この動きっていうのは。そう。だけど、傍から見たらムエタイ選手あれやってるけど、なんだろうってなるわけじゃん。やってる意味はわかるけど、そう。蹴られた時の痛さがわかんないとダメなんだよ。まあね。頭痛い時は休んでもいいのでは心配ですぞ。まあでもやりたいんだよね。なんでかっつうと、来週で終わりだから、ドルさんとのトレーニング。スパーやってますよ。見る？スパーリング見たい人手を挙げてください。スパーリング見たい人。スパーリング、昨日のスパーリングでよかったら見せますけど。見る？見たい人手を挙げて。見たい。昨日のスパーリングじゃあちょっと出すわ。ちょっと待ってね。昨日のスパーリングはどれだ？これか。じゃあ昨日のスパーリングの映像を出しますね。画面キャプチャー。ちょっと待ってね。今準備するんで待っててください。そうだよね。スパーリング。行くよ。オッケー。行きまーす。これも大事な経験なんだ。要はパンチで終わるんじゃない？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。